ぐらいちょっと横に分けてください。はい、結構でございます。そしてはい、どうもインディキマイちゃんテルサでございます。どうぞよろしくお願いいたします。おえー、今日もじくりますよ。さあ今日もここマジックバーインディからお送りしますね。このチャンネルは私インディキマイちゃんテルサがいろんなマジックの道具の、実演をするチャンネルでございますよ。チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録お願いしますね。毎日シュールな動画が見れるかもしれませんよ。さあチャンネル登録されてる方はコメントやリクエスト募集してますよ。またバッていいねも募集してますよ。おえー、さあ今日も、元気よくマジックやっていきたいと思いますが、今日もパークさんが山ほど持ってきた道具の中から、今日やるのはこいつだ。おえー、ギルトエーセスっていうやつですね。デビットリーガルさんが考案されたやつでございます。東京マジックさん販売でございますね。ギルトエース、相手が分けたところから4枚のエースが出現するという、フォアエーストリックでございますね。トランプが1組入ってますね。多分これは説明書読まなくてもできると思いますが、それではチャレンジだ。ウェイおい、さあ今日はトランプマジックでございますよ。おい、さあ使うのは何の変哲もないトランプを使っちゃうぜ。おい、さあこんな感じになってますよ千代さん。おい、さあ、トランプにはいろんな数字がございますが、やはり一番いいカードは何だと思いますか。いいカード、みんなが好きなのキング。そう、みんなが大好きなトランプはやはりエースでございますよ。今日はエースにまつわるマジックでございますね。トランプちょっとたくさんありますので、半分ぐらいちょっと横に分けてください。はい、結構でございます。そしてまたこれも半分に分けて、はいはい、これも横に分けてください。さあ自由に4つに分けていただきましたね。さあ気になるのはトップのカードでございますよ。このカードがエース、このカードがエース、このカードがエース、このカードがエースだぜ。おい、不思議じゃない。おい、フォアエース、おい、おい、いかがでございましたか。ギルトエーセスでございますね。トランプ相手が分けたところからエースが出てくるという不思議なマジックでございましたね。バラバラなトランプでございますが、先ほどちょっとびっくりしたのは、本当はね、こうマジシャン的にはこう上から取ってほしいんですけど、千代さんは素人なのでやはりトランプ横から取るという、すごい技に挑戦しましたけど、なんとかこのエーセス成功しましたね。うお、ちょっと冷や汗をかきましたがね。うお、さあ、気になる方はちょっと調べてみてくださいね。まあ、よくあるパターンのマジックでございます。今日の動画はこの辺で終わりたいと思いますね。それでは皆さんさよなら、またね、バイバイ、ウィー。